じゃあおはようございます。今回はまた週に一度の野球 Vlog という形でこちらのビデオに、この1週間練習で感じたことをまとめておきます。で、今回は題名にもあるようにこちらです。一緒に練習をする、そしてあと、まあ僕自身がやりたい練習をやったということで、まあ多くの指導者の方がこういったこともされてると思うんですけど、まあ、選手と一緒に練習に混じって練習をする、その中で、まあ、アドバイスをしていくという形で、まあ、こちら昨日の練習でちょっと人数が少なかった関係で、まあ、やってみました。で、またこれも本当に改めていい発見になったかなと思います。こう改めてこう一緒に混じって練習することでこういいアドバイスができたかなと。具体的に昨日の練習ですと、まあ、人数3人しかいなかったので、もうついていきなりもうロングティーやりました。僕もやりたかったんで、もうオキティーに置いてロングティーでガンガン打つ、ガンガン振り込むで、まあ、自分がこんだけ飛ばせるっていうのを見せたりとか、あともう一緒にキャッチボールして一緒にノックを受けたりとか、ノックもガンガン、僕も自分自身のこう試合のためにノック受けたかったん でノックを受ける中で、まあ、選手にこうアドバイスをしていくっていうような形で、まあ、練習はできました。で、本当に普段の練習ですと僕がこうノックを打ったりとかボールを転がしたりとか、あとバッティング練習でもバッティングピッチャーをするっていう形なので、こうなかなか一緒にプレーをしながらアドバイスってできないんですけど、やっぱこの視点が変わって一緒にこうプレーする中でこうすごい選手と同じ目線で同じ距離でアドバイスもできますし、やっぱ実際に自分自身の動きを常に見せることができるので、選手自身もからも分かりやすかったっていうような、まあ、感想をいただけたので、まあ、こういったパターンも、まあ、定期的に、まあ、週に一度は取り入れていけたらいいなっていうのを感じました。今火曜日、水曜日、土曜日っていう形で、まあ、プレジュニアですね、13歳、14歳のカテゴリーの子は練習して、まあ、しっかりチーム強化、チーム作りしているところなんで、まあ、週に1回火曜日ぐらいは、まあ、そういったパターンの日、僕が一方的に教えるんじゃなくて僕も一緒に混じってガンガンする、であとまあ僕自身がやりたい練習をすることによってなんかこう選手にとってもいいのかなと、あとまあこう足りてない部分、もうちょっと やりたいなって思う部分も自分がやることで感じれるので、そういった練習の方法、一緒になって練習をするっていう方法も結構有効なのかなっていうのを昨日の練習で感じました。はい、ということで、まあ今回の Vlog で伝えたかったのはこういったことです。こう一緒に混じって練習をする、自分自身がやりたい練習をやってみるっていうことで、まあ、その中でいいアドバイスもできますし、選手自身も僕の動きとかを見てただ言うだけではなくこう動きでどんどん伝えれるのかなと思いました。はい、まあ、そんな感じで今回も短めに3分程度で終わらせようと思います。まあ、チーム自身も一つ前のですね、Vlog で言ったように自発性、選手自身がどんどんこう練習をやっていくっていう姿勢も出てきてるんでいいかなと。先週の土曜日の練習とかでもまあちょっときつめのトレーニングとかそういうのもやってみても選手がまあ楽しみながら前向きに取り組んでいるので、まあ、だんだんといい方向にはいってるかなと思います。はい、ではありがとうございました。メイトブリガード、チャオ。